さい。どうしても聞きたいことがあって。入って入って。寒いよね。なんか飲むよね。そうだ、お湯沸かさないと。レン、ラファエルって言葉、何か思い当たることない？レン。水尾はあんなレンを見たのは初めてだと言った。まるでそう、翼を折られた鳥のようだったと。レンは監視者のデータにあったラファエルという言葉、何を意味してるか知ってるんだね。ええ、それは間違いない。でもレンはどんなに聞いてもラファエルのことは何も話してくれなかった。コモン、私は命じられてレンに近づいた。レンの友達になるのも任務だった。でも今はレンを守りたいと思ってる。だから。あのメモリーチップのことも水尾は報告していない。どうして分かるの？水尾はなぜ僕がレンを知ってるのか一度も尋ねないから。顧問がレンのいとこだなんて信じてない。でもレンの味方だってことは私にも分かる。レンには何か秘密があるんだって分かってた。レンが嫌ならそれを突き止めようとも思わない。だけどラファエルか。コモン、私は何をすればレンを守ることになるのか分からない。水尾はお役に立っていますか？若い人たちは恐ろしいですね。彼らは気持ちのままに行動しますから。それを利用しているのが管理官、あなたじゃないんですか？イラストレーター、千住蓮には深入りするなと言ったはずです。理由を教えてください。イラストレーターは蓮の何を知ってるんです？イラストレーターは以前蓮に近づくといずれ僕自身が苦しむことになると言いました。あれは一体どういうことなんです？君はチルトにいるには優しすぎる。え？そのことでいつか君は命を落とすかもしれない。走り続けて
きたけど知らぬ間にやばい誘惑に流されていたんだ、oh! パワーを絞り出せ裸のままの欲望で僕はちっぽけな青い果実でしょ勇気をねじり出せ今の現実に満足したら届かないこの想い今日からの明日からは明日からのまた新しいストーリー刻めばいいでしょ Can you please give some power to me Don't stop cause I've been chasing around 風を抜き去って届かせるこの想い見てるのか。ええ。少し気になることがあって。気になること？この青いウルトラマンの戦い方、どこかおかしい気がするんです。はい。ありがとう。ありがとう。コーン、ポップコーン一つ。水尾が心配してる。あ、ラファエルのこと、レンが何も話さないのは訳があってのことだと思う。だけどこれだけは教えてくれないか。ラファエルというのは敵なのか味方なのか、レンを脅かすものなのか。レン、僕にできることはないのか。ごめん。今は何も言えねえんだ。レン、ごめん。貸して。いつか話せる時が来たらきっと話す。そう言って渡しとくよ。これ水鬼だろ、このストラップ。なんで。レン、自分は携帯持ってないだろ。顧問って時たま鋭い。時たまは余計だよ。イルカか。そういえばレンは海洋学者になるつもりだったんだよな。ああ。ってなんで知ってんの。ああ、それは分かった。ユウに聞いたんだ。ユウ、平沢ユウ。知り合いなのか、イラストレーターと。あ、ユウも同じアカデミーにいたからね。ユウも俺と同じプロメテの子で、ずっとアカデミーで育ったんだ。チビの時はずっとクラス違ってて顔も知らなかったんだけどね。あいつ外面あんなだけど、いろんなもの見えちまうから、いろんなことを考えちゃうんだ。一月くらいかな、俺たち同じ寄宿舎にいたんだぜ。お前鳥ばっか見てんだな。いつもその窓から飛んでく鳥ばっか見てる。鳥は自由でいいなんてつまらないこと考えてるわけじゃないよ。第一、鳥は自由なんかじゃない。
飛ばなければ餌も取れないし渡りもできない。飛ばなきゃ生きられないから飛んでるだけだ。そう、鳥は別に自由なんかじゃねえの。ただ飛んでるだけの鳥の中に勝手に自由を見てる。自分が自由になりたいから。俺はそうだよ。レン、なんで？ちっちゃな自由を試そうかなと。一緒に行く？日帰りだけど。本気で抜け出す気なの？森を抜ければルート45に出る。ヒッチハイクをすれば夜明けまでには海に出られる。君と僕は海まではたどり着けない。僕たちは見つかる。それっていくつもある未来の一つなんだろ。上がるから。明日な。じゃあね。本当に大丈夫なのかね。あの若者たちを放っておいて。ご心配。大丈夫。彼らの日常、戦いの中にあります。ビースト振動波、彼らが何を思い、何に迷ってもビーストは現れる。彼ら、戦わねばなりません。一つの巨大な敵を前に、退く場所もなく、失敗も許されず。ストーク！ですから、それぞれがたとえどんな秘密を抱えていたとしても、決してお互いを裏切ることはありません。それが結果的に最もコントロールしやすいのです。
つだ。レンの戦いを学習している。副隊長、さっきはどうもありがとうございました。どうしてあなたが礼を言うの？え、戦いは攻めるだけでは勝てない。有効な攻撃をするには自分のダメージを最小限に抑える必要がある。なのにあの青いウルトラマンは自分の身を守ることをほとんど考えていない。なぜあんな戦い方をするのか理解できないわ。君と僕は海まではたどり着けない。僕たちは見つかる。それっていくつもある未来の一つなんだろ。Thank you.
ファエルって言葉、何か思い当たることない？ラファエル、ここにいると忘れていられるような気がしていた。ユウ、俺にはもういくつもの未来はない。俺にあるのは変わりようのない一つの未来だ。それでも俺はその時が来るまで戦える。あなたが奴を撃ちなさい。気をつけろ。お前たちのすぐ近くにいる。闇の力。アンノウンハンド。